取引を行いましょう。この志果たさずに死ねるかよ。取引を行いましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大衆ズパックと大阪の陣地シナリオの福島県編ですね。これ第9話でしたね。数えてきました。誰が何話なのか。はい、前回終わりの時に第9話でとかってなんか言ってましたけど、はい、間違いでしたね。はい。そしたら、結局あれ使いたかったんですけどね。国衆使いたかったけど、使わなくても済んじゃいましたからね。そのまま進めていきます。包囲104日ですね。ちょっと時間かかるね。戦を知らぬ者、去るがよ。かたじけない。これ従属しないかな。うん、ここで当たるんで、やっぱり君主必要だ。この志、果たさずに死ねるかよ。で、これは、あれですね。国境警備ですね。ここで国境警備しましょう。我に続け。で、大丈夫そうですね。待機せよ。手段は選ばぬ。勝つためならな。手を打ちましょう。で、ちょっとこっち行ってみますか。進め。なんか武将ゼロですけどね。使いの者が来たようです。あ、従属、あ、いいですよ。こい39日で行きます。報酬ついてるね。報酬入れとこうか。どこから従属してくれたんだ。あ、ここか。いや、従属しなくてもよかったんだけど。じゃあ、これは。行くぜ。ついてこい。こんな感じで。どこか先生報告しないと。あんま関係なさそうな、ここ。この力で。ねじ伏せてやろう。で、ここを通れるようになるんで、早く着きますね。ついてこい。で、こっちの方は、もう見ることないのかな。あ、あと10日で、あれですね、交渉入りますね。勝てます。即ピロかな。うん、即プロでしたね。手を打とう。うん、こっちも勝って即プロになるかな。進むのだ。交渉お願いします。全部解放お願いします。なんだよ、もう終わりか。行くぜ、出陣だ。使いの者が来たようです。いいけど従属、あ、いいですね。仕方ねえ、待つか。おっと、撃つときぞ。こういうも来ましたね。志、果たせぬか。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。そしたら農業。はっ。
農業を進めて、兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。で、進展しましょう。結構はっここもだよね。従属勢力いっぱいですね。大人気者じゃないですかこれ。まあ全部のところか、ほぼほぼ、あ、全部隣接してるところ全部ですね。ただでも E さんが中従属してくれたんで、その辺ちょっと楽になったかな。行くぜ。たら、ここはどこなんだ。よくわかんない戦場の低いところなんか狙うのやりましょう。こう行ってこうかな。ポイモさえね、かからなければね、どんどんとね、地道に進めていけれたんですけどね。はい。悪いがこの城、もらったぜ。強行38日でいきまーす。これは強行55日でね。で、九州のここだ。やってやろうじゃねえか。じゃあこれどんどんとね、出陣だ。進めていきます。いや、ポイントどうなんだろう。勢力の確認します。31ポイント、あと5ポイントですね。これは9話なんで10話で終わりそうですね、これね。我が領内に敵が迫っております。いくつ進めてくる。14,900。ここで、ここら辺で返り討ちにしてもいいけど、ここで返り討ちにしましょうか。進め。で、ここのお家さえ押さえちゃえば、多分、こっちは大丈夫じゃないのかな。で、あとは、九州制圧しちゃえば、確実に36ポイントになりますからね。これは水攻め。なんか攻めに来たけど、多分大丈夫でしょう。大丈夫ですね。制殺与奪。すべて勝者の思うがままよ。1万3000で、2万3000。ここ負けちゃうね。じゃ、ちょっともうちょい出そうか、どっかからか。出ないかな、なんか。4万出る。これはいらない。4万出しちゃおう。この辺だったら安全だもんね。前進せよ。行くぞ。負けちゃうんで、ここ負けちゃうの、ここに向かそうと。前進せよ。まあ、こっからだったら、どこにでも、ね。修正かけれますからね。これが。行くとしましょう。進め。こんな感じかな。勝ちは許さん、ありがとうございます。勝ち戦だ。宴の支度だ。お、いいですね。野戦からの即プロ。美味しいですね。じゃあこれそのまま出てくれてるんで、そのままこっちもらっちゃいましょう。ついてこい。28,000。28,000。え、ここに一人いればね、勝てるんだけど。あ、ダメ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 。こんな戦場低いところで当たっちゃダメ。こっちです。ついてこい。報告いたします。先月の終始です。表情、始めるぜ。対名と、確かなんかあったよね。民衆上昇大名みたいなのが出てたよね、今ね。これか、論議。対面と論議できます。
44冊ですね。これで表情はお開きだ。全然足りなかった。大して欲しいものはない。ゲッチ。じゃあ評論買います。取引を行いましょう。ありがとうございました。歩兵しなきゃまずいね。結構取ったもんね。はっ。はっ。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。はっ。かしこまりました。はっ。このぐらいかな、歩兵ね、多分ね。はい。では、兵糧買ったかな。取引を行いましょう。買いましたね。じゃあ進めていきましょう。フニシウムも使ってるんでね、だいぶ戦争は楽になってるんじゃないのかな。水攻めします。お金いっぱいあります。待機せよ。方位で37か。2万3000で来る。ここの戦場確認。行くぜ。14,000で、水攻めで、うん、大丈夫、多分勝てると思う、これ。あ、こっちも落とせるね。そしたら、これは別の場所向かおう、45,000行くぞ。ここかな。前進せよ。切れる。うん。多分切れないでしょ。勝てますね。乱世の終わり、この目で見たい。そうですね、乱世の、そろそろ終わりそうな感じですね。兵力の確認をしますけども、あと5ポイントですね。まあ、9話では終わらないですけど、10話で終わるような感じかな。もらい受ける。そしたらどうしようかな。こっち行くのもなんかあれだし、手を打ちましょう。ここら辺行っとく。出陣する。本当はこちらの攻めたいんだけどね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。兵糧買います。取引を行いましょう。おっと、高い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 。この志果たさずに死ねるかよ。取り計らいます。取引を行いましょう。あ、国衆切れても使う分の対面は残ってない。あ、でも国衆あと90貨物から大丈夫ですね。はい、では進めていきます。我らが力示すは今だ。容赦はできぬでな。俺が積み重ねた年の功よ。部分入場させても変わらないね。合流しよう。注文したん、ここ。6000あれば行くとしましょう。ここを落とせるね。出陣する。勝ちは緩みません。ありがとうございます。乱世の終わり、この目で見たい。27,000だもんね。
行くとしましょう。ここで出てきてくれるんだったら勝てそうな気もするんだけどね。皆の者、勝ち時をあげよう。行こうか。じゃあそのままこっち行こうか。進むのだ。武将ゼロだもんね。そのまま取れるでしょ。あ、カッカ帰ってきちゃったのね。はい、強行18日ですね。そしたらここ狙ってるこいつは行くとしましょう。別の場所行くしかないね。ここ進め。まあなんとかなりそうですね。はい、進めていきます。はい、来て。破れし者は朽ちるもの。ここ落とすつもりなかったんですけど、100しかいないんだったら落としていきますよ。手段は選ばぬ、勝つためなら。こっちも行く？こっちも行こうか。しょうがない。我に続け。まったく変なことしてくるもんで計算狂っちゃいますよね。片付けない。手を打とう。こっちですね。出陣しよう。我が領内に敵が迫っております。2100？ バカじゃないの。これ打って出れば勝てますよ。これ進めていきます。この程度と未熟なり。出てきてくれる。ここで1万7000守り上げ上げ。でも、こいつは、あれ出てきてくれないんだ。進め。まあいいでしょう、このままで。で、これ、こっから動かすと、多分ね、こいつ攻めてくるんだよね。うん。動かせないですよね。出世しましたね。我が妻、やはり天下無二のものですね。ここから勝ち時を上げろ。そしたらこのままこっちに行きますか。コバ城を狙いますね。強行12日ですね。意外といいですね、早くて。方位29日。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。兵糧を買います。取引を行いましょう。じゃあこんな感じですね。あと歩兵しよう。ほとんどいっぱい取ったんだけど歩兵してないんだよね。先月いっぱい取ったんですよね。はっ、九州いっぱい取ってますね。かしこまりました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 。はっ、じゃあこんな感じですね。九州のもうちょっと出してたらいいのかな。3ヶ月あるもんね、戦争ね。出しとこう。我に続け。行くぞ。
あ、じゃあここ持ってこう。我に続け。じゃあこんな感じで進めていきたいなと思います。どれ、稽古をつけてやるとしよう。うん、ここ微妙なとこなんだよね、勝てるかどうかね。勝ち戦だ、宴の支度だ。勝てましたね。戦場的にはやってやろうじゃねえか。こんな感じ、14000でね。まあ先着と国衆のパワーで勝ったような感じですね。なんだよ、もう終わりか。行くぜ、出陣だ。いくつで来るんだこれ。行くぜ。7700、16日後。あ、ここを倒してから来るってこと？行くとしましょう。これダメよ、ここで待ってなきゃ。出陣する。これ動いたら負けちゃうでしょ、ここで負けちゃうね。うん、でこれは部分入場させて、あーでも減っちゃうからダメですね。じゃあ進めていくね。待機せよ。勝てますね、ここは。誇りにかけて負けはせぬ。標高14日です。標高65日、大丈夫ですね。標高56日。あと3ポイントだったらそのまま続けちゃいましょう。あと1ポイント。今月が終わったら終了しようかなと思ったんですけど。行くぜ。はい、続けていきます。はい。あと1ポイントでしたね。はい。行くとしましょう。こっち行ったら、合流して出されるんで、ちょっと様子見です。かたじけない。手を打ちましょう。ということはこれ9話で終わっちゃったってことですね。意外と早かったかな。うん、この程度と未熟なりで溜まったんじゃないの。36ポイント溜まりましたよね。はい、ヒレムゴシャポイントあるような気がしてたんでね、もともと。行くとしましょう。まあ、ここ行っておきますか。我に続け。じゃあ、進めていきます。はい、ということでね、十二分にね、武力をね、展開示すことできました。ということでね、総武事例をね、発令していきたいなと思います。まあ、エンディングのところでね、どういう感じに進めていったのかっていうのをね、一応見ることできるのでね、そこまでね、流しておきます。で、最後のエンディングの歌とかを聞きたい方はですね、自分の過去の動画のね、お家のところはね、全部、ゆっくり実況でやったところは全部、ちゃんと歌がね、入ってますので、そこの最終巻のやつをね、見てもらえればいいかなと思います。本当のコラントが読み上げたいんですけど、読み上げると、漢字を間違えて読むと、お叱りをね、受けますので、はい、読まないので、ご自身でね、こういう、あ、
こういう感じなんだっていうのはね、見てもらえればなと思います。